そういう人が掃除でした。あー、なるほどね。アメリカの面白いからって。あ、そこでも、いや、てか髪型とコスチュームと合わないジャーマンあれって感じあったんだけど。リッキー・フジー、ロケローチャンネル。FMW、今のインディーと違ってね、うん、インディーって言っても1年を通じてちゃんとシリーズはあったしね、うん、で、ワンシリーズの中に2回ぐらい後楽園があったりとかですね、うん、で、ちゃんと団体のリングがあって、団体のバスがあって、うん、日本人バス、外国人選手バス、うん、で、シリーズがあってこう移動しながら、で、ちゃんと新日本、全日本と同じように、うん、はい、で日本帰ってきた頃っていうのはもうほぼほぼ俺フミさんにアドバイスもらって、やめてください、このレッキー夫人のスタイルが出来上がったら、やめてください。もう本当にそう、うん、でも最初は日本だから、うん、日本のスタイル意識しすぎちゃって、うん、ジャーマンやったでしょ、うん、ジャーマンやって似合わない似合わない、うん、なんでねフィニッシュだけジャーマンだったから、はい、こう日本に帰ってきてそれを意識して、うん、よく覚えてますね。いやもちろん、いやてか髪型とコスチュームと合わないジャーマン、はい、あれって感じあったんですよ。忙しい日本。そうですね。それはだからどっかでやっぱり自分の中でそのね、新日本でデビューできなかったというやっぱりコンプレックス的なものが、心が病んでないもんだったりして。あ、本当。やれば俺だってこのぐらいできるんだぞ的なものを、うん、見せたかったっていうのはあるかもしれないです。それでもう的確なアドバイスをいつも。いや、そんなことで、なんかのパーティーがあって、でフミさんとご一緒させていただいた時に、まあ清掃してるわけで、フミさんも俺も清掃してるんだけど、プロレスの話になって熱入っちゃって。でフミさんが急に寝転がってこういう状態になった時にさ、あ、なんか言ってるやん、こういう状態になった時にここをこうして取った方があれなんだよねとかってさ、あ、すごい説明してくれるの。熱くなりますよ。こうした方がよく見えるとかね。リッキーさんのベストバウトっていうか思い出に残ってらっしゃる。そうですね、あのね、リッキー選手の場合はあの FMW のシリーズの中で毎試合のようにマイク、つまりグラジと戦う、グラジのあのグループと3対3で戦っていたあの光景が僕一番好きなんですよ。で、グラジに相当やられちゃう。グラジエーターがリッキー・フジの髪の毛をこ後ろ持って、はい、ターンバックルに叩きつける、はい。そうしたら飛び方が面白かった。ああ、よく覚えてるぞ。普通だったらドベっていうのに、ここに足がサードロープに乗ってて、はいはい、こっち飛んでったっていうね。はい、あれは、うん、あんまりないなと思って、うんうん、そしたらなんか攻撃したグラジも喜んじゃって、そうそうそう、ドゥルゲンドゥルゲンとか言って、そうそうそう、なんかそういうのがあったなと思って、それからやっぱり初期の FMW は、うんうん、まあ、このおでこですけどねだってマストじゃないですか、うんうん、今のプロレス流血少なくなりましたからね、うんうん、だけどあの時代はやっぱりこう FMW で生きていくための通り抜ける道としてすごい血出したでしょ。もうね、はい、椅子で殴られ、有刺鉄線で絡まり、はいはいはい、っていう時代をね、経験してますから、はいはい、うん、あとストリートファイトって言ったら1対1じゃなくて、はいはい、大体6人じゃないですか、6人、はい、そうすると2人あそこ、2人ここ、2人2、3カ所ぐらいで戦って、うん、会場の中中じゃないですか、はい、それをそばのファンがこう触りに来たりなんか、はいはい、そうなんですよね、うん、あれは今はない光景ですからね。そうですね、だから前のうちは2階で試合したことありますか、ね、はい、連れてっちゃう、首根っこ捕まえて連れてくるね、2階までこう上から落とそうとしてるとか、はいはいはい、年間どれぐらい試合を、いや僕はもうそれはライターとしてはおじさんなのでかつてほどはやっぱりその週刊プロレスが一番こう、まあ、僕も一番あの取材して記事を書くんでしょ、中プロで書いてた、ね、80年代90年代はそれこそ150ぐらいは少なくとも見てたと思うんですけど、土日だけ見たって100ですからね、年に。で当時は日曜なんか後楽園なんか昼と夜大体ダブルヘッダーだったので、はい、そういうのもあったし、今そんなでもないですよ、おじさんだから、はい、なんかその流れでテレビ番組のこう制作とかも、週刊テレビプロレスっていうのもあってね、テレビバンパーですね、でそれにだから出させてもらって、それこそ一人のレスラーを30分こう特集で出させてもらって、ドキュメンタリーですね。それはなぜリッキーさんをその起用したの。いや、物語があるからだよねいやだから当時からもう本当にすごいこっちからも相談もしてたし、うん、でいろいろすごい、だからすごいね、だからフミさんが気に入ってくれてて、いやいやいや、うん、僕なんかの夢じゃないけどね、うん、一人で外国に行って、あとこね当時だからなかなかこういうね、
擦れた感じのやつって誰もいなかったんですよ。いや、ヤングだからね、ヤングライオンっていうのは見分けつかなくしてるじゃないですか。頭クリクリ坊主にして、黒タイツ、黒シューズで無地、で3年、なんか変な話、合宿所奴隷生活じゃないけど、まあ、それやってたけどね。そういうのが、今の若者は そういうプロレスラーになり方も一つだけれども、そうじゃないあの、まあ、方法もあるって、レスラーになれちゃう。そうですね。そのリッキーさんが辿ってきた道っていうか、ね、やっぱりその新日本辞めた時、もうダメかと思ったでしょ、一回は。まあそれはもう、道は閉ざされたと思った、険しくなります。ただ諦めてはいなかったですけど、やっぱりカルガリーあの、メキシコを目指したとか、なんかありました。やっぱりカルガリー行こうと思った。カルガリー、そうですね。だからそれこそ一番初めだから、僕はあのカルゴチさんの弟子になろうと思って、ああ、フロリダ、フロリダ行ったんですよ。はい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 。で、はいはい、結局会えなかったんですけど。なるほど。じゃあでその時こういうキャラじゃなかったかもしれないね、はいはい、でその時にデューク京本さん、はいはいはい、空港を迎え来てくれて、でデュークさんの家にこう一週間いて、はい、で当時デュークさんもあのプロモーターやられてたんで、はいはい、フロリダで、はい、で毎日こうプロレス会場連れていかれて、あ、うん、パッと田中とかじゃ会いましたか、その時。パッとはね、その時ね、ノースカロライナで、ああ、もう試合したんですね。で1日だけ帰ってきた時ありましたね、うんうん、じゃあそうそうそう、うん、運命の歯車が曲がり間違えば、ね、フロリダデビューってこともあったかもしれないし、うん、でその時に見たアメリカンプロレスがもうあの鮮明で、もうそれまでは、はい、新日本カールゴッチっていう感じの思考系のあれだったんですけど、はいはいはい。ところがデュークさんに毎日プロレス会場を連れてからアメリカンプロレスをこうね間近で見て、はいはい、やっぱそれまではね、やっぱり外国人選手を見るって言っても、うん、日本の団体に来日してくる外国人選手を見るから、うん、日本のプロレスのフィルターにかかっちゃうんですよ。そうなんですよね。で、はい、アメリカで見ると、うん、例えば僕がいつもそれを例に挙げるんだけど、うん、アメリカで見ないとスーパースタービリー・グラハムとか面白くないんですよ。そうそう、日本でほら見る前からあれはテクノボーだとか筋肉マンはダメだとか、なんかそういう、うん、でだから最初からつまんないって見れば、何見たってつまんないって見えちゃうんです。アメリカでジェシー・ベンチュラ見るとめちゃくちゃ面白いんですよ。面白いです、はい、だからそれは現地であのスタイル でクリアなベイビーフェイス、クリアなヒールとか、そういうのを、あとやっぱり試合の中に起承転結感じるじゃないですか。それを感じたのはその時にフロリダで見た和風マクダニエルとビリー・ジャック・ヘインズ、うん、この二人が衝撃でしたね。あー、なるほどね、うん、でもアメリカンプロレス面白いってなって、はい、そこでもうチェンジマインドですよね。で、技だって日本よりも少なめで、うん、あんまり何もやってないのにちゃんと成立するという、はいはい、だその一挙手一投足に、ね、もうお客さんがもう本当にもう八の字ついて、和風マクダニエルといい時のビリー・ジャック・ヘインズ、そうそうそう、素晴らしい。だから貴重ですね。だからそれは、はいはいはい、本当に、はい、フロリダっていうこともあったかもしれないね、うん、はい、で、それで一回帰ってきちゃったので帰ってきて、はい、で今度はカナダ目指した。で結局ちょうどその時にさ、帰ってきた方がいいけどどうしようかと思ってあれした時に、ちょうど新日本の頃にお世話になってたあの高野俊二さん、はいはい、俊二さんがちょうど平田さんたちとあのカルガリーハリケーンズ、はいはいはい、で俊二さん頼って、はい、プロさんになりたいんですって、でしたら俊二さんが分かった、俺に任せとけって言われて、うん、割とちゃんとあの面倒見がいい、すごい、あのだから新日本の中の時もすごい面倒見てもらってたんで、そのまま俊二さんのなんかミネアポリスの遠征行っちゃったんですよ。 AW 行きましたね、はいはいはい、ミネアポリス行っちゃって、わーどうしようってなってる時に、ある日国際電話かかってきて、はい、あの今から言う番号の電話しろと、カナダの足立さんのとこだからさ、もう話全部つけてあるから行ってこいって、カナダでプロレスになってこいって言われて、はい、うん、で半信半疑で電話したら足立さんから で出て、うんうん、あの俊二君から全部聞いてるから、あ、来いって、うん、あ、素晴らしい、いつでもいいからって、でそこでまた道が開けて、それでカナダ行けるようになったんですよ、はい、うん、で、あの足立さんの家のベースメント、ベースメント日本人合宿所みたいなのが、はい、ライガーさんもいました、その時。いや、その時は言えなかったですね。僕が行った時は長谷さんが、長谷さんはプエルトリコからカルガリーに来て、 そこに住んでたんですね。はい、はい、うん、いや、あのそれこそ入れ替わり立ち替わり、新日本系の日本人選手があそこ合宿所にしてたじゃないですか。はいはいはい、うん、まあ、足立さんはずっと文句言ってましたけどね。文句言ってました、はい、新日本全然金払わねえんだよ。まあ、実は全然オフィシャルじゃなくて、選手のコネで、そうですよ、はい、止めてあげるみたいな感じで、はい、別に新日本はお金をね払って、その、ミスターヒトさんのお家を合宿所として、こう、たぶんね、新日本も新日本で当時は、あの、足立さんのところに送っとけばなんとかなるだろう。なんとかなるぜ。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この後もどんどん面白い話が続きますんで、よろしければぜひチャンネル登録してお待ちください。じゃあそういうわけでまた会いましょう。ウォー。